ただいまから自動車開発政策ガイドの通称、このセミナーの参考図書、アオ本と言っておりますが、それをもとに、お話をしていきたいと思います。で、まず一番目に、ものづくりの基本のプロセスの理解をしていただきたい。ということ。2番目に、PBL 的学びによりまして、PDCA の真髄、必要性の理解をしていただきたい。3番目に、製品開発時に、化学、工学などの学問の重要性を理解していただきたい。何のために勉強するのかということです。4番目に、チームワークの重要性を体験的に学んでいただきたい。5番目に、ものづくりの目標達成した時の喜び、達成感を味わうことによりまして、苦労することの意味を体験的に理解していただきたい。で、こういうことをですね、この教科書を全般を通じて学んでいただきたいということです。で、付け加えまして、本講座で習得してほしいことを若干付け加えます。まず一つとして、ものづくりを工学的に考える習慣を身につけるということ。二つ目に、自動車を設計制作するときに、工学、数学、化学の個々の科目の知識を有効に、駆使することが、効率的に高品質な製品が作れる。ということを実感してほしいということであります。で、これは、どの先生に、教えていただいても関連するお話ですので、ご理解いただきたいと思います。それでは第一章から私のお話をしていきたいと思います。一般にベンチマーキングとは、業務を超えて世界で最も優れた方法、あるいはプロセスを実行している組織から、その実践方法、プラクティスを学んで、所属する組織体に適した形で導入して、大きな改善や改革に結びつけるための一連の活動というのがベンチマークであると定義されます。で、さらに実践的に言えば、断突の到達目標を設定し、それを実現する、活動を指します。この断突の到達目標が、業界を超えた定量的なものか、定性的なものかというのは、その組織体の戦略そのもので決まります。で、事例として、サウスウェスト航空のベンチマークというのがありますが、これは具体的に何も書いてませんが、サウスウェスト航空というのはですね、アメリカの、初めはニューヨークからフロリダに飛んでる小さな航空会社だったんですが、そこの航空会社が、会社を立派にするために、考えたプロセスです。フォーミュラカーのですね、競争でピットインするときにですね、だいたい、3分ぐらいのと、ピットインしてすぐ、30秒ぐらいで出る時と、2回あるんですが、非常に短いですね。だいたい3分ぐらいですけども、
ピットインするのは、そのピットインの秒数を3分として、設定して、でそれをですね、まあ一つのベンチマークにしたわけです。で、普通ですね、飛行機の場合は飛行機が、ゲートインして、でゲートアウトするのはですね、大体すと2時間ぐらいなんですね。サウスウェストの場合はいかに短縮するかということで、まあ小1時間でゲートインゲートアウトするというようなターゲットを、まあ、一つ設けまして、サウスウェストのベンチマークにしました。で今でもですね、大体、2時間っていうのは普通のベンチマークなんですね。普通の飛行機ですね。で今はそれをまあ非常に短時間で1時間以下にしようというのがサウスウェスト航空のベンチマークでした。でその他にもですね、ベンチマークをいっぱい設けてですね、でそれを、会社のそのターゲットにしてですね、それで、いろんな目標設定をしたわけです。でそういう扱い方をするのをベンチマークと呼んでおります。で、ベンチマークはですね、そういう意味ではまあその業界のトップになるようなものを設定して、まあ、ベンチマークと呼んでおります。別に競争するときにですね、早いことだけをやるわけじゃない、それぞれですね、ターゲットを決めるわけですから、この車のコンセプトとか、目標設定ですね、それを1の1、で、初めに1の1の1で、ベンチマークを設定するために、そこの初めにのところを見ていただきたいんですが、必要十分な情報を全員で手分けして収集することから始めます。で、それを怠ると業務の効率が低下して無駄が生じる。で、今からこのベンチマークを設定するためにですね、いかに無駄をなくして、無駄な仕事をなくして、本来の作業に、少ない時間と工数と金を集中するかということをやるわけです。そのために情報をまず収集する必要があります。で、その無駄を省くということがですね、合理化の基本です。で、皆さん方が卒業してからも、新しい会社に入って、会社の中では全てがですね、この合理化をするということが出てきます。で、合理化というのは一般的にはですね、ものを人を削るという、そういう事象を、まあ、合理化と一般的に呼んでるんですけども、そういうことじゃないですね。重要なことは、少ない時間で工数と金を集中するということが、合理化の基本です。で、ベンチマークはですね、製品製作の直接の目標ではあるんですけれども、各ユニットや部品の設計
目標にブレイクダウンできるものにならないといけない。すなわち、そこに3つ挙げてますが、1、車両の目標を達成するため、ユニットや製品の機能、重量、コストなどの目標を達成する手段を見つけることです。二つ目として、その手段を見つけるためには、目標と自分たちの能力の差、ギャップですね、を明確に把握する必要があります。三つ目として、そのブレイクダウンをなされていない状態では、まだベンチマークとは言えません。目標設定だけで、では道半ばで不完全なベンチマークになります。すなわち、ベンチマークは全て合理的に、ブレイクダウンできるものになってないといけないということです。で、そのために1の1の2収集すべき情報というのが必要です。で、その情報というのは、括弧1、FSAAE の最新版のルールを間違いがないか、一番、まずは理解しておく必要があります。そういうルールを入手しておく必要があります。で、変更点の理由は何なのかを見落としなく確認しておいてください。せっかく開発、製作した車がルールに合致していなければ失格になってしまいます。で、括弧には過去の大会の情報を収集することです。過去の学生フォーミュラ大会でできればグローバルに出場した車の中からターゲットする車の所言、構造、質量、各種性能と競争成績、デザインとか車検とかアクセレレーションとかスキッドバトルとかオートクロスとか耐久、性能、燃費、コスト、プレゼンテーションの内容とかですね、ブレーキ、騒音など全ての成績をできるだけ詳しく調査する必要があります。で、うまくいった理由は何か、失敗した理由は何かを調べます。特に失敗した理由は、現象、何が生じたのかではなくてですね、原因、なぜ失敗したのかの原因を聞き出しておく、調べを出しておくということが重要。で、全体的に各競技の、取得点数が年々どう変化しているかの把握、傾向を把握することが重要です。同じ順位でも、取得点数がどの程度上がっているのか、あるいは同じ順位で取得点数がどの程度変化しているのかということを調べる必要があります。それは各社の技術が向上しているのか、それとも判断基準が厳しくなったのか、等々ですね、緩くなったのかなど読み取る必要があるからです。で、三つ目はですね、自分の学校の過去の参加した車の情報整理をする必要があります。で、自分の学校の過去の
車の諸元から、全ての両方をですね整理してですね、で、目標の到達度、あるいは、現象だけじゃなくて、なんでそうなったのかという原因を調査しておく必要があります。4番目としてですね、スポンサーの情報の収集です。当面は直接関係しないんですけど、何をメーカーから支援してもらえるのかは、ベンチマーク設定時及び、どんな材料や製品、無償なのか有償なのかとか、およびどんな技術的指導をしてもらえるのか、あるいは支援を提供してもらえるのか、知る必要があります。で、それを知らずに、探し回るのは実に無駄なことになります。そのためには、他校との交流が重要な、情報になります。で、この 1.2 のベンチマークの今度は設定についてです。1-2-1 で狙いの設定というところがありますが、過去の成績から次回は何を狙うのかがまず基本です。優秀を狙うの、優勝を狙うのか、あるいは10位ぐらいを狙うのか、まあこれは感覚ですけれども、しかし、まあそういうまあ希望的観測もですね、でも持つ必要があります。で、初めて、参加し、開発制作する場合は、初めから上位を塗るのは、狙うのは無理ですから、その場合は20位とか30位とかを狙うことから始めて、年々ランクを10位ずつ上げていくとかですね、そういうふうなステップバイステップで、車を作っていく必要があります。で、ベンチマークの設定の基本的コンセプトの作り方です。で、表の 1-1 を見てもらいますが、次のページですけども、定めた狙いが10位ぐらいだということを想定して、今から説明します。で、次のページに、第3回と第2回の大会の結果の、10位を狙うということを想定したして8位から12位までのトータルのスコアからですね、すべての高スコアをですね、それで整理しますして、そう整理してあります。で、それを見ていただくと分かりの通り、とにかく第2回と第3回でトータルスコアがですね、もう点数がかなり上がってるということが分かると。で、年々再々ですね、このスコアは、スコアは上がっています。ですから、後で細かいことは言いますが、ただ単にですね、スコアを上げるということを一つとってもです。いろいろな評価をした上で、点数を決めて何点取るかと、このスコア、例えばコストで何点取るかとかですね、プレゼンで何点取るかというのをですね、慎重に考えて決めていく必要があります。で、この表は後でちょっと説明しますので、
まず3ページを見てください。自己の成績を他校と比較して何位にしているかをまず見る必要があります。で、3番目として、その成績は前年度の目標に対し良かったのか悪かったのか、そしてその結果によなったのは何が原因だったのかを明確にする必要があります。皆さん方は聞くところによるとですね、この過去の成績をですね、振り返ってなぜそうなったのかということをおやりになっている学校が少ないですね。で、これをやらないとですね、ターゲットが曖昧になります。で、そこに、1から括弧1から括弧7までですね、書いてありますことを、必ずですね、振り返っていただきたいということなんですね。で、それをざっと読んでみますと、括弧4からいきますね。まずは、成績がどうだったのか。その成績は、過去の成績は、目標に対してどのぐらいずれてたのか。で、その理由は、それぞれの点数が何点しか取れてないのか。なぜそうなったのですね。その4、5、その辺が、書いてあります。で、4、5で、大体振り返ってですね、取れなかった理由が大体、分かった後ですね、大体目標設定をしますが、6番目を見ていただきますと、無のには必ずですね、リスクを伴い、ですから、そのリスクテイクをする必要があるわけです。で、そのリスクテイクが6番目のところに書いてあって、大体リスクテイクは、まあ、30点ぐらい取っとこうというのを、まあ、これも勘で決めるんですね。で、その上で、そのリスクテイクはどういう取り方をするかということですね。点数というのはですね、どうも技術以外の、勘に頼るような点数というのがあるわけです。それは例えばですね、デザインとかね、設計審査プレゼンテーションという、こういうものはですね、評価が人によってばらつきます。人によるばらつきっていうのは必ずあるんですね。まあそういうことで、できるだけですね、技術的に、到達できる、あるいは技術的に点数を上げられるアイテムをリスクテイクしておく必要があります。で、7番目括弧なんですね。もし過去の失敗の対策だけでは狙いを達成できない場合にどうするかということですね。明確になった不足する得点、ギャップをどのようアイテムに割り当てるか、各競技内容で自分たちの弱みと強みを把握してみるといいです。相対的に上位を狙う限りです。弱点をそのままにして、おいて、勝てるわけがありません。
ですから、他の競技で、ダントツに強い競技を作っておく必要があります。まあそうは言いましても、点数は決まってますから、上限があるわけです。すなわち弱点をなくした上で強みがあるという、そういう状態になってないといけないということなんですね。まあ口で言うほど優しくはありません。で、1の2の3のベンチマークの設定ですけども、これは基本コンセプト作りのことですね。で、1の2の3のステップに従って、総合得点1と各競技のベンチマーク2から10を設定します。以下に1から10までのベンチマークの設定の仕方が書いてあります。それを熟読してください。で、各種競技のベンチマークと各部品の設計、これがベンチマークを決めたらですね、部品の設計に落とし込まないといけないんですが、ベンチマークのいきなり部品設計に落とすということは簡単にはできませんから、例えばブレーキの場合ですね、車両重量と重心位置が決まればブレーキ性能の基本は設計できます。しかし車両重量と重心位置はベンチマークの設定段階ではまだ正式には決めてません。決まっていません。他の性能も同様です。そこでまずは仮説を立てます。で、車両重量も重心位置も前回のものをそのまま使うという、まあそういうやり方もあります。何らかの仮説に基づいて目的に合わせて設定します。その仮説の設定値は他の性能を設計する場合も全て統一した同じ数値を使うことが必須です。このように仮説を立てて各部品設計を進めるステップ、が必ず必要になります。で、ベンチマーク設定段階の仮説は実現可能であろうと思われる値を定めるしかありません。これらの、要素の数値が定まらない場合があれば、それはペンディングにして仮説値を使って設計をして、逆に成立の可能性と課題を検討します。まあ第1章としてはですね、そのぐらいの話になるわけですけども、第2章にいきます。第2章はですね、車両計画と車両レイアウト図の作成です。車両計画とレイアウト図は初めから完璧に作り上がっているものではありませんで、だんだん徐々に改善して良くしていくものです。で、3番目としてですね、集大成されるまでのプロセスの間は、各ユニット、部品との二律背反する課題を目標達成するように再設計し、新たに開発した部品間を調整、コントロールすることになります。で、車両計画と車両レイアウトは、それまでの間のひな型です。あるいは基準です。で、4番目として、車両計画作成の責任者は、コンセプトを実現するために、各ユニットや部品の成立性、
部品との整合性を図るとともに、車両全体から見て、機能、重量、コストなどに無駄がないか、それで必要十分かのチェックの視点が不可欠です。で、5つ目として、さらに重要な視点は日程です。で、日程につきましては、第3章でお話しします。まあ、車両計画とか、計画図とか、車両レイアウトですね。それは、の最終責任者は、リーダーです。リーダーは常に第二定評と対峙しながら、上記の今申し上げたいろいろな決断を迫られるわけです。で、車両レイアウト図というのは、積み上げて出来上げていくものですから、どんどん新しく書き換えていかなきゃいけない。で、教科書の 2.2、 車両計画の決定プロセスです。 2.2.1 の、ところに、車両レイアウトとか計画図の役割というのが書いてある。車両計画と車両レイアウトは、車両レイアウト開発の基本方針と目標の章となるので、全メンバーに対する約束ごとを記述したもの。したがって、車両計画と車両レイアウトは、車両の両輪のようなもので分離なしては考えられない。いつも一対になってなきゃいけない。ね。で、そこに 2.2.2 は初めて出場するチームの場合にどうするかということが書いてございますが、これはですね、その次の 2.2.3 前回出場したチームをひな形にして述べているものとを、まあ、参考にしていただければ、初めて出場するチームはそれを見習っていただければいいと思いますので、前回出場したチームに習って、いただきたいと思います。で、前回出場したチームの場合ですね。まず、括弧1、最初に過去の戦績を振り返る。これ何回も出てきますけれども、これ皆さんがやらないんで、これいかに大切かということで、ダブってます。2番目、自分の学校の過去の目標に対して、どの競技が目標に対して何点未達だったのか、そして何がその原因に対して何点未達だったのか、をはっきりさせる。誰が悪いのかじゃなくてですね、技術及びマネジメントなどの改善すべき点を競技項目ごとに整理する必要があります。よくやることはですね、そこにありますよ。誰が悪かったのかとかね。それはあんまり意味ないんですね。何が悪かったのかということが重要。世の中はよくこの誰が悪かったのかで、まあ、ちょっと人を入れ替えたりすることが多いんですけどね。それでは本当の原因がわからない。重要なことは、なぜを何回もやってですね、理由を
明確にしていく必要があります。かっこさん、次回のターゲット順位の前後5チームの各競技の競技点数をの比較をして、特に負けたチームの得点と、なぜその得点、差が生じたのかを、の原因を明確にする必要がある。次回の目標値、ベンチマークを達成するために、改善すべきヒントがここから出てきます。で、4つ目、括弧4ですね。競技項目ごとの関連する性能、重量、コスト、運営の方法、その他の改善項目を整理します。例えば、加速性能の場合、動力性能、過去のものに比べて、トルクをいくら、この回転数で、トルクアップする必要があるのか、あるいは、ファイナルを含めたギア比の選択は良かったのは、どのぐらい何が悪かったのか。マル3として車両重量はいくらにすべきか。マル4としてタイヤの摩擦係数やサイズはどうすべきなのか。路面の表面は想定と合っていたのか。5番目はトルコンまたはクラッチの特性はいかにやるべきなのか。6番ミッションの切り替え操作はスムーズにできたのか。7番目その他ですね。以上のような検討を可能な限り定量的に整備する。で、加速性能以外の他の競技項目も車検でのテスト項目、騒音とかブレーキなどの動的テストも静的テストも全てについて全項目について同様の整理をする必要があります。で、括弧の5、各競技に共通の性能をユニット部品ごとに整理します。例えばエンジンのトルク特性、回転数、トルク特性、目標を定め、同様の手順で全ての部品の、機能的な目標性能と重量、ディメンション、寸法と位置、コストを整理します。それが部品ごとの目標ベンチマークになります。括弧6、ディメンションのを過去の整理上のレイアウト図の上に反映します。その反映した新しい図面が次回の図面にレイアウトになります。7番目、括弧7、2から6括弧の手順による検討は、1回で競技ごとのベンチマークを達成することはありません。何回も達成するまで繰り返します。手順を繰り返すことによってユニット部品のベンチマークが定まります。すなわちユニットや部品の設計と車両設計、車両のレイアウトは同時並行的に行われる段階を経て、車両計画と個々のユニット部品ベンチマークが定まります。あるいは個々のユニット、で、これこそが車両の計画そのもので開発プロセスであります。これ以降はユニット部品のベンチマーク達成のための設計開発になります。ちなみにですね、このプロセス、今言ったこの改善プロセスこそがものづくりおよび開発基本のプロセスであって、特に括弧2、3のステップが一番重要で、振り返りですね、基本ですね。で、 PDC いわゆるプラン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルの
私営にあたります。このステップに開発のヒントがうずもれています。で、以上を定めた上で 1-2-4 各種競技のベンチマークと各部品の設計で定めた下記の仮説値を設定します。そこにあります。1から7まで、あ、12まで、13か、13までのですね、アイテムを決めていくわけです。で、図の 2-1 というのがありますが、図の1っていうのは車両の座標の取り方ですね。で、これは自動車屋さんが図面を描くときにこういう、XYZ 軸を作ってですね、そこに図面を描いていくわけです。で、参考に第3回全日本学生フォーミュラ大会総合第2位の最優秀デザイン賞を獲得したチームの車両の区間図と車両レイアウト3面図を示しております。これは長い神奈川工業大学ですね。で、まあ、図面を皆さん書いておられるのかどうかよくわからないですけど、で、こういう三面図ですね、平面図と正面図と側面、こういうものを残してないとですね、次の世代に伝わっていかないんですね。残すのは基本は図面ですから、計画図もしくは図面ですから、これを必ず書くようにお願いします。それで、この章の重要なことは、奈良の勉強招集は PDCA ですね。これは必ずですね、ものを作る時のプロセスを踏んでいくものなんですね。これは必ず自分で計画してください。それでは第3章、車両開発日程の作成です。これもですね、教科書をベースに進めます。3-1、開発日程の種類とそれぞれの目的です。開発日程の作成の目的です。開発日程を作成する理由は、いずれの種類の日程であっても下記が目的です。1、検討すべき項目の抜けを減らす、まあ、抜けを減らすというよりもなくすというね。2、時間的制約や業務の逼迫状態を具体的にイメージできます。3、時間的制約の大きい部品やユニットから全体の開発サイクルで何回フィードバック以下、FVB ですね、がかけられるか予測しやすい。4番目、ある部品で日程遅れが顕在化したとき、他の何の部品にどのような影響を発生するかどうかを読み取り、日程の修正とか組み直しの用費を判断しやすくなる。5番目、メンバー全員への日程の徹底、
個人の勘違いや思い違いを確認、修正、補正できます。ということですね。で、皆さん方は、この日程表というのは、どの程度きちんと作られているかですね。で、こう、計画図とか、前の章の計画図とかですね、レイアウトとか、あるいはこういう日程表とかですね、すべて全員が見てわかるというものなんです。ですから、見てわからないと意味はないんです。それと、最新のものが必ず入って書かれているという必要があります。3の1の2です。開発日程の種類は3つあります。大日程と中日程と小日程。大日程というのは、大会出場決定の初めから大会終了の後の振り返りまでの主なイベントをいつやるのか、実施するのかを主体にした日程。ほぼ1年間の基本スケジュールとなります。大日程はチーム責任者及びチーム全体運営の役割を担う人が主に使用します。2番目の中日程はですね、節目となるフェーズ、開発計画段階の、あるいは設計段階、制作段階など、それごとになすべき業務の日程です。各ユニットや部品間の一定的な整合が取れているかを確認し、関連する部品へのフィードバックや要望に対する調整スケジュールとなります。中日程は部品ユニットの責任者とチーム責任者が使用します。小日程、これは部品やユニットごとの個々の開発制作実験のスケジュールです。当然、大中日程との時間的整合が取れていなければなりません。中間や中期や長期については、詳細日程を立てても信頼度が低いので、3、4ヶ月間のスケジュールとしてアップデートするということが重要です。日程がずれてきたことが判明した場合は、直ちに中大日程と整合を取る必要があります。小日程は、部品ユニットの責任者の個々の部品担当者と、都が日程、日常を使用するものです。で、各日程の作り方とサンプルです。3の2の1、大日程ですね。大日程は実力の有無にかかわらず、参加するために絶対守らなければならない大項目の明確化と最終技術をメンバー全員に提示し管理することになるので、大会に出場するためのマスト要件を確実に洗い出さなければなりません。これにより大まかな開発プロセスのフェーズが見えてきます。それらのフェーズと各チームの行事をワクワクさせ、マッチさせることが必須です。第2日程のサンプル、図の3の1は次のページにあります。3の2の2の中日程ですね。中日程は次の小日程における部品ごとの開発詳細内容と日程を定ま、日程が定まって初めて他部品との関連が明確になりますので、順序としては先に下記の小日程を立てる方がいいです。各部品またはグループをどのように編成するかは、
チームの人員や能力によって異なるが、次のような編成が一般的です。R1、駆動系、エンジン、排気系、トランスミッション、エンジン制御、システム、電子を含みます。2番目、サスペンション、ステアリングハンドル、タイヤ、3番目、ブレーキ、アクセル等々ですね。まあ、これは参考にしていただくことで、グループとしては、まあ、仕事のしやすいやり方でグループを組んでいく必要があります。で、サンプルは図の3-2の次のページですね。次、10ページです。10ページに、ガントチャートといいます。こういう、横軸に月がかって書いてあって、縦軸にですね、やらなきゃいけない項目を時系列に並べておくものですね。で、ここで重要なことは、これをですね、途中で大枠として変える必要が出てくるとですね、まあ、1から全部やり直しですね。0から17までアイテムが書いてあります。まあ、必要なものは必ず書いておくということですね。特に上の方に、書いてあると思いますが、期末試験とですね、あるいは新入生がいつ入ってくるのか、いつ勧誘するのとか、そういうのをちゃんと書いておかないと、なかなかその通り進まないですね。そういう心構えをするためにもこの第二日程が必要になります。それから図の3-2の中二日程ですね。これはですね、各グループの関連フィードバックですね。3番目と4番目、あるいは部品ユニットごとのベンチマークの設定率やるとかですね、計画図をいつ書いて、で、それぞれの部品とですね、ユニットとか部品のですね、フィードバックをいつどのようにやるかという日程ですね。で、それを何回やれるかですね。まあ、書くと分かるんですよ。何回しかできないっていうのが分かってきます。で、小日程は、まあ、できるだけ2、3ヶ月ぐらいに書き直す必要があります。で、で、インプットとアウトプットをですね、これをずさんにしないように、いつどことどういう約束をしたということが分かるように、特に小日程と中日程はですね、追っかけていく必要があります。日程表はですね、このガントチャートは、まあ、小日程のは書いてないんですけど、大日程と中日程はですね、できるだけきちんと書いてくださいね。それが後で自分を助けることになります。次は13章、車両計画とレイアウトのデザインレビュー。で、デザインレビューの目的ですけど、目的、すでに作成された車両コンセプト、車両計画、日程に関して、開発の各ステージごとに目標の妥当性、目標達成手段の妥当性、開発日程と第二日程の整合性、部品設計の内容確認、
多性の類いへの影響その他留意しておくべき内容の確認など本レビューを通じて計画を一歩ずつ固めていくと同時に参加者全員の知識並びに参画意識向上を行う、この最後の行ですね、参加者全員の知識並びに参画意識の向上、こういうことがですね、まあ、やってないとわからないですよね。で、要するにデザインレビューっていうのはですね、そういう意味で言うと、まあ、振り返りなわけですよ。振り返りをちゃんとやるかやらないかということなんですね。で、計画、その振り返りをですね、いつやるかというのが次の段落 13.2 ですね。で、13.1 は、計画スタート時点、0時です。だから、まあ、この時は何をやるのかというと、みんなにですね、何を集めるのかということを知らしめること。一番重要なことは、どういう情報を集めるんだということです。これがなかなか初めわからないんですね。で、どういう情報が必要なのか。特に初めてやると全然わかりません。で、その情報に基づいて計画図なりレイアウト図なりを作るわけですから、そういう意味で一番重要なことは、デザインレビューで一番重要なことは、どんな情報を集めるんだということなんです。それと何回も繰り返してますが、人を責めるんじゃなくて、原因は何なのか、なぜ予定通りいかなかったのか、ということをレビューの中でも必ずやらなきゃいけない。ね、まあ、それが、を掴んで、コツを掴んでもらえばですね、すべてがうまくいくんですよ。13-2-1の、目標値達成するための各ユニットへの割り付けを行うって書いてあるんですけど、まあ、基本一番初めの話ですからね、これは割り付けをちゃんとやっとかないと、誰がやるのか決まってないと抜けちゃうんですね。で、その次は1時のデザインレビュー、設計の着手時点、設計を始める時ですね。で、そこでその設計の情報というのは、失敗の情報をいかに集めるかですね。13-2-3、設計終了時点。これはですね、抜けがないかどうかを見るわけですから。集めた情報が全部生きているかということですね。13-2-4、これは実走行テストですね。車が出来上がってから走ってみる。走ってみないととにかくわかりませんよ。車は走ってみないとわからない、自動車会社の実験部の役割ってのはすごいもんですよ、もう実験部っていうのは初めから あるわけで、もう実験部の人たちが初めの設計の段階から一緒にですね、入って、この車の狙いは何だと、そのために何をやるのか、どういう確認をするのか、いうことを全部はっきりさせておくんですね。その次は 13-2-4 の今の実験の話で、終了が、実験が終わった段階ですね。で、目標性能に到達したのかしてないのかをまず見るということですね。で、なんでうまくいってないのか、到達してないのか、目標到達してないのか。これはね、走ってみるとすぐわかります。で、それを到達するために何をするのかっていうのが、
評価なんですよね。何をするのかって確認するだけじゃないんですよ。で結局問題点を明確にしてどういう対策をするのかということですね。それが実験のデザインレビューの一番の重要なポイントです。それから大会最終日、最終了後の振り返りです。でこれがその次期の世代に、残すための重要な情報なわけです。でこれがないとまとまりません。で13の3というのはレビューはどういう人が集まってやるのか。これはですね、設計者、実験者、みんながですね、集まってやらなきゃいけない。で、それと有識者ですね。先輩とかね。まあ、そういう人が集まって、推進責任者が中心になってまとめるわけ。で、資料としては開発スケジュール、設計構想書、それから設計仕様の概要、設計の狙いの順番にですね、見ていくわけです。で図面とかパーツリストとかね、車両の姿勢とかね、そういうのを全部用意します。で、この資料の中にですね、デザインの レビューの要点って書いてあるんですけど、これ後で別に許可書に載ってないので追加したものなんですね。で、これを理解していただきたいと思います。要点、何をどうしたのか。デザインレビュー、設計変更の達成評価。何をどうしたかったのか。途中で設計変更している場合の話ですね。何をどう変更したのか。設計通りものはできたのか。大体できてないんですよ。4番目、設計した結果、目的はどこまで達成できたのか。5番目、達成できていない理由は何なのか。なぜ未達成なのか。原因は何か。6番目、初期の目的を達成するために今後何をすべきか。7番目、その他の、その目標時期はいつか。と言われたって時間的に間に合わないかもしれないですよね。で、比較時の表現は、今度は整理するときの話なんですけども、比較時の表現はデジタルにできる限り図表で表すこと。デジタル、数字とかね、そういうもので書き表すと。2番目、曖昧な点を浮き出しにして明確化すると。論理的で勘に頼らない。論理的であるということは工学的であると。ね。3番目、目標が曖昧でなかったのではないか。要するにはっきりしてない目標で設計ができなかったんじゃないのということですね。4番目、手段は論理的か、勘に頼っていないか、計算ミスじゃない。まあ、時々あるんですよ、この計算ミスっていう。ですから、こういうことに気を払って、で、レビューを必ずしてください。ということです。このデザインレビューの要点というのは、非常に重要ですから、これを参考にぜひしていただきたい。それから本に戻ってですね、
議事録を作ってくださいと書いてあります。13-5、レビュー終了後速やかに議事録、決定事項、担当者、納期などを作成し、レビュアーの承認を得た後に参加者全員に配布する。また必要に応じ日程表の変更を行う。これバーみたいなこと書いてあるんですね。実は考えてみれば当たり前のことなんですけども、これがなかなかできないんですっていうね、重要なんです。それで、13-6 はデザインレビューの実例がそこに載っております。これはですね、ニスモがレースをやった後でですね、レースの試作車を作った時に失敗が出たんですね。で、それで結局そこに書くあるように、1、フェーズがありますから、車両目標性能設定と各ユニット目標性能の割り付け。今、さっき申し上げたような内容ですね。これはちょっと、じゃあ、もう読むよ、やめます。で、効率的な開発するためには、可能な限り上流工程での開発品質を上げる必要があります。過去の開発事例としては、車両完成後テストで冷熱性能が不足していることが判明して、対策に数ヶ月要したことが、これはニスモがデザインレビューをやった事例なんですよ。で、対策部品の設計検討、風洞実験、部品試作等、工数面でだけでなく費用的にも大きなロスが生じます。下流工程で不具合が発生した場合は、その対策はもとより、より上流工程で防ぐ方策を見出すことが重要です。冷熱性能の場合、設計段階で扱えるダクトの入り口、出口、ダクトの出口ね、開口面積への落とし込み、風洞実験での評価制度を向上するといった取り組みを実施して、以降は設計段階で性能を作り込めるようになりました。開発を継続し、そのプロシジャーを改善していくこと、そのキーとなるのは性能設計者が扱えるパラメータへの落とし込みということであります。ここで、勉強してほしいのは、まあ、学生フォーミュラーの場合は1年かけてほとんどかかっちゃいますんでね、これの失敗はですね、2年のに必ずフィードバックできるようにしてあげる必要があるわけです。ですから、このサイクルはですね、会社の場合は連続してやれますけども、学生フォーミュラーの場合は、そんなに短期間に回せないということですね。1年に1回しかできないということなんですよ。まあ、そういうことも理解をしていただきたいと思います。いっぱい失敗するとですね、取り返しがなかなかつかないんですよね。はい。第13章は以上で終わります。